カルロス・アルベルト・サンチェス・モレノは、コロンビア出身のサッカー選手。ワトホード FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ウルグアイのダヌービオ FC でキャリアをスタートし、2003年に初のプロ契約を結んだが、トップチームで公式戦に出場することはなかった。2005年には、ウルグアイの CA リーベルプレートに移籍し、2007年までに40試合に出場して1得点した。 2007年にはフランスリーグアンのバランシェンヌ FC と5年契約を結ぶとすぐにスタメンに定着して中心選手となった。2010年には膝に重傷を負い1年近くもピッチから離れた。バランシェンヌでは148試合に出場して8得点し2012年夏に契約満了を迎えて退団したがイングランドプレミアリーグのボルトンワンダラーズ FC や ウエストハムユナイテッド FC との交渉がまとまらず、再びバランシェンヌと契約を交わした。2013年8月、スペインプリメイラディビションのエルチェ CF に移籍した。移籍金は370万ユーロと推定されており、契約期間は2016年までである。2014年8月15日、アストンビラ FC に4年契約で移籍した。 2016年8月9日、アッコフ・フィオレンティーナにレンタル移籍することが同クラブ公式サイトより発表された。2018年1月31日、RCD エスパニョールへ半年間のレンタル移籍。2019年8月9日、ウエストハムユナイテッド FC に2年契約で移籍した。 しかし2018年9月に膝を負傷し、翌年5月のサウサンプトン FC 戦まで復帰することはなかった。2021年3月4日、ワトホード FC にシーズン終了までの契約を結んだ。2007年5月9日、パナマ戦でコロンビア代表デビューし、同年にはコパアメリカ2007に向けた34人の候補選手に選出されたが、 最終的な出場メンバーからは落選した。2010FIFA フフワールドカップ南米予選ではレギュラーを務め、2007年11月20日に歴史的な勝利を収めたアルゼンチン戦にも出場した。2018年6月19日、2018FIFA フフワールドカップロシア大会の代表に選出され、グループリーググループ H の対日本戦にスタメン出場するも、 前半3分14秒に日本の決定機をハンドによって阻止したため、W 杯史上2番目となる速さで、レッドカードを提示され退場した。またこれにより、日本が得た PK を香川真嗣に決められ、チームも1から2で敗れた。さらに決勝トーナメント1回戦でも、PK を献上し、コロンビア代表が敗退するきっかけを作ったため、殺害予告が出るなど脅迫を受けた。 ありがとうございます。